皆さんこんにちは。男子ゴルフトーナメント全米への道ミズノオープンが23日に岡山県笠岡市江官町の JFE 瀬戸内海ゴルフクラブで開幕しました。4日間の大会に国内外のプロアマチュア計132選手が出場し、7月に英国である全英オープンの出場権を競うこの大会に、男子ツアー世界最年少優勝、日本での最年少賞金王記録保持者でハニカミ王子のニックネームでも有名な石川遼選手も出場しました。ミズノオープン初日、石川選手は出だしの10番パー4で2オンに成功し、10メートル近いパットを沈めてバーディー発進を決めます。そこからパーを並べますが、13番ではセカンドをグリーン奥にこぼすと、ラフからのアプローチはだるま落としになってしまい、カップに寄せきれず2パットのボギーとなります。さらに16番17番と連続ボギーを喫しますが、後半に入ると持ち直したかのように1番から小気味よく4つのバーディーを奪い、2アンダーまで伸ばします。前半と打って変わって明日につながる後半戦に見えましたが、最終9番ではティーショットを右の池に入れ痛恨のダブルボギーとし、貯金を吐き出してしまいました。石川選手は前半流れが良くなかったですね。焦らずやれていたのですが、最後にああいうのが出るところがまだまだという感じですと、最終ホールで起きたアクシデントが心残りとなったコメントを残し、1日を通してどうだったか聞かれた際には全然ダメですねとうつむき加減でラウンドを振り返ったそうです。石川選手らしからぬ不調気味なスタートを切ることになりましたが、その不調の原因は先日報じられたある一件が関わっているのではないかと言われています。それは石川選手のマネジメント会社が経営権を取得した福島県棚倉町の棚倉田舎クラブでの出来事。創業48年の老舗ゴルフ場で研修生 A 君が2年前に首理事していたことが週刊誌の取材で分かりました。2018年9月、棚倉田舎クラブの運営会社の全株式を取得した石川選手のマネジメント会社でもあるKI企画は、石川選手も役員に名前を連ね、母親が代表取締役を務める石川ファミリーの会社です。ゴルフ場の管理運営を担う棚倉開発の代表取締役社長には父の勝美氏が就任しました。棚倉田舎クラブは日米大学対抗ゴルフ選手権の会場として長年使われてきた聖地と呼ばれており、それだけに石川ファミリーによる買収は当時注目を集めました。買収直後、勝美氏はゴルフ場経営について、今は私が単身赴任で現地にいますが、寮と話し合いながら二人三脚で経営しています。営利目的ではないんです。寮の意思を聞いてそれを具体化するのが私の仕事。もし自分でこうしたいと思うことがあっても寮に相談してから進めますと熱い思いを語っていました。そんな石川遼ゴルフ場で事件が起きたのは2022年6月24日のこと。ゴルフ場に併設された寮で研修生の A 君が変わり果てた姿で発見されました。A 君が辞に至った原因について、複数の従業員や遺族が週刊誌の取材に対し、ゴルフ場における上司からの過度な叱責にあるのではないかと証言しているそうです。また A 君の母親は取材に対し、 A を研修生にしたことは一生の後悔です、息子を返してほしいと語り、息子が同ゴルフ場の支配人からパワハラを受けていたと訴え、真相究明を求めています。この件に対してKI 企画側はパワハラを否定する一方で、研修生が実施する数日前に辞めたいと申し出ていたことを明らかにしています。しかしその後の対応や研修生が実際にどのようなパワハラを受けていたのかについては具体的な説明がされていません。また警察は研修生の死因を死と断定しましたが、その詳細な経緯やパワハラがあったかどうかについては積極的に捜査を進めていないとされています。そして研修生の死因やパワハラの有無を調査する第三者機関による調査は現在まで行われていません。遺族の苦痛を少しでも軽減し、心の整理につなげることや、同様の悲劇が二度と起こらないよう再発防止策を講じる上で真相を究明することは非常に重要です。しかし遺族やメディアが納得する説明がされていません。役員の一人でもある石川選手をはじめ、この対応は決して良いものとは言えないでしょう。そんな石川選手は素行が問題であると彷彿とさせる出来事や発言が過去にいくつもありました。それは2010年2月17日から22日に行われた世界ゴルフ選手権アクセンチュアマッチプレー選手権でのこと。プレー中の石川選手はショットが OB してクラブを芝に叩きつけて悔しさを見せ、さらにはクラブを放り投げる場面が見受けられました。実際にこの試合以前からもクラブを放り投げる仕草があったと指摘する人もいたそうです。こうしたクラブの扱いについては、ゴルフクラブは刀と同じ、魂を粗末にするなんて信じられない、自分の商売道具を雑に扱っちゃダメだと思うといった批判的な書き込みが寄せられました。一方で、別に問題なし、そのくらいの闘志があってよい、年相応でいいじゃんか、負けたのに爽やかな顔してたらおかしいよといった意見もあり、それほど騒ぎ立てるほどのことではないと考える人も少なかったそうです。海外選手の中にもミスショットしてクラブを叩きつける仕草をする人がいるのが影響しているのかもしれません。日本ゴルフツアー機構 JG2 小泉会長は当時のこの様子に対して、石川選手は米国に行くようになってクラブを放り投げる仕草が多くなったと苦言を呈しています。石川選手はハニカミ王子の愛称で親しまれているだけに、この仕草はイメージにそぐわないですよね。またフジテレビ系ジャンクスポーツで石川遼男子ゴルフスペシャルと題した番組に石川選手が出演した際には、夫婦喧嘩したことを明かしましたが、その内容がスタジオを驚かせたことも。いつも穏やかな表情の石川選手へ、一番最後に怒ったのはいつですかという質問が投げられ、これに対し石川選手からは、夫婦で喧嘩はありますねと意外な答えが。MC の浜田雅功さんは、どういうことで喧嘩すんのと興味津々。石川選手は、お互いゲームが大好きで2人で対戦するとかじゃなくて、1人で進めていくゲームを交代交代で進めると、ロールプレイングゲームのようなものを交代で行っているという日常を公開すると、僕がやっていると嫁がそのゲームをよく知っていて、そこに行ったらこれがあるとか、こうやった方がうまくいくとかと口出ししてくることから、すげえイラッときて、俺のやり方でやらせてくれと怒ってしまったというのです。さらに日本国内では、無効の国際運転免許証で乗用車を運転したとして埼玉県警から道交法違反無免許運転容疑で書類送検されたという出来事もありましたね。送検容疑は2月からの遠征中の米ネバダ州で国際運転免許証を取得し、4月に帰国後も自宅のある埼玉県内から千葉県内のゴルフ場などへの行き帰りに車を運転したという疑いです。2002年に改正された道路交通法では、海外に連続して3ヶ月以上滞在しなければ国際運転免許証は日本では無効で無免許運転となりますが、5月下旬までこのことを知らなかったというのです。海外に行くことが多いプロ選手であれば、このような内容は把握して当然かと思われますが、当時は驚かれた方も多いのではないでしょうか。近年のことでいうと、2021年10月には米国から帰国した際の自主隔離期間中の行動に問題があったとして、日本ゴルフツアー機構から1ヶ月間の出場停止処分を受けたことも、隔離期間中に他者との接触を行わないという入国の際に署名した制約があったにもかかわらず、自主隔離先として千葉県内のゴルフ場を登録した石川選手は、そこでゴルフ場で複数でのラウンドや飲食、飲酒の事実が確認されました。石川選手は事務所を通じてお詫びの声明を発表。その後 JGTO ジャパンゴルフツアー選手会の副会長職を辞任することを余儀なくされました。この問題に対し石川選手は当時の会見で、自分の大きな勘違いの部分としては、コーチと2人でアメリカに行って行動を共にしていたので、その2人であれば帰国後一緒に食事をしてもいいと思い込んでいました。練習をしていたことも、過去にそのような措置を受けたことがありました。今年の頭だと記憶しているんですけども、その時と混同してしまっていた。このような形であればルールを守れていると思って、細かいルールを確認せずに自覚に欠ける行動だったと反省しておりますと説明。当時新型コロナウイルスという得体の知れないウイルスに対し、不要不急の外出を控えたり人との接触を避け、まん延防止に努めていたご時世、ルールの確認不足として反省している様子でしたが、プロとしてプレーする選手が取る行動ではないですよね。紹介した石川選手の言動から、プロとして自分自身を管理できていないということが露呈しているような気がしますね。冒頭でも紹介しましたが、経営するゴルフ場は営利目的ではないと言います。しかしそこで死人が、ましてや不慮の事故などではなく事での死人が出てしまうということは本末転倒だとしか言いようがありません。管理のずさんさが露呈してしまう形となったのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は棚倉田舎クラブの事件、そして過去の不祥事を踏まえて石川選手についてお話ししていきました。プレイヤーとしてだけでなく会社の役員でもある石川選手、試合後の取材などで棚倉田舎クラブの件について触れることはあるのでしょうか。石川選手の今後、そして棚倉田舎クラブの事件の真相を見守っていきたいと思います。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。